皆さんこんにちは、鈴由美です。キランシャキーン。はい、今日の動画は家にストックしてあったカルボプルタックポックミョンをお昼に食べながら軽く飲んでいきたいと思います。カルボプルタックポックミョンにウインナーとベーコンを合わせる食べ方をずっとやってみたくて、今日は高カロリーランチにしたいと思います。じゃあ早速作ってきます。はい、完成しました。最高のビジュアルじゃないですか。一袋じゃちょっと足りないかなって思ったんで 1.5 袋分ぐらいにしてみました。ちなみにウインナーはセブンプレミアムの金のシリーズです。めっちゃお腹減った。早速乾杯して食べていきましょう。今日はしっかりがっつり濃いめの本麒麟でいきたいと思います。昼から飲む本麒麟最高なんだよね。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。なんか最近すごい忙しくていろいろバタバタしてて、こんなにしみじみとビールを飲むの久々な気がします。ではでは、いただきます。カルボプルタックはね、プルタックポックミョンの中でもだいぶ辛くない方なので美味しくいただけると思います。うん、麺がもちもちの太麺で美味しい。そしてやっぱ辛い。ベーコン巻いて、うまい。大好きなウインナー。うーん、金のシリーズのウインナー、うま。これがやりたかったんだよ、ずっと。ちょっと無理やり麺乗せちゃったけど、いけるかなこれ。プルダックも韓国ではいろんな新商品が出てるんだけど、もちろん今韓国に行って買うこともできないし、新大久保にあるのかわからないけど、アマゾンとかにも新商品全然なくって悲しい。ベーコンとウインナー多めに焼いといたんで追加します。美味しすぎる。赤い。
カルボプルダックももちろん辛いけど、プルダックとかその2倍とかに比べると全然優しい。痛みが続かないもん。満腹だ。今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はお昼ご飯も兼ねてカルボプルタックポックミョを食べながら軽く一杯飲んでみました。本当に軽く一杯だったね。もうだいぶ寒くなったし、うちでも何回か鍋食べたし、あと金木犀の花が香っててすごい季節を感じてます。秋が来て冬が来るんだなっていう。本麒麟の5001本飲んでちょっとエンジンがかかってしまったので、私は今宵深酒しそうな予感です。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバイ。石焼きも、お芋。